人間的に未熟なんですよ。人間って暴きたくなるんです。皆さんこんにちは、竹之内です。よろしくお願いします。今回はですね、 YouTuber が31人でしたかね、飲み会を開いて文春さんにまあスクープされて叩かれたっていう話がありましたよね。その話についてちょっと切り込んでいこうかなと思ってます。竹之内さん自身、あのニュース見てどう思われました？いや、あのね、そもそもああいうことになること自体が人間的に未熟なんですよ。 YouTuber がどうのとかそういうことじゃなくって、自分たちが多分発信したりとか目立つことが楽しいと思って多分仕事されてると思うんですよ。それが結局目的になっちゃってて、だん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 テーブルになっちゃって、自分たちは有名だから何やってもいけるんだっていう気持ちに多分なってると思うんですよね。それが原因でああなってるんで、だから YouTuber がダメだとか、ウームさんに所属してる人が全員ダメとか、そういう話じゃないと思うんですよね。今後やっぱり YouTuber、 まあそれこそ竹内さんもそうなんですけど、はい、ビジネス系の人たちも入ってきて、芸能人も入ってきて、 YouTuber のなんかこの先寿命はどれぐらい続くか、ね、それってまるっとくくるから話になるんですよ。まずそもそも全てにおいて寿命があります。成長して最終的には終わっていくのが全てなんですよ。タピオカもそうですし、僕がやってるキャバクラだって実はオワコンって言われたらオワコンなんです。そこをどうやって進化させるかなんで、基本的にみんな怠慢なんですよね。オワコンだと言われるところに乗っかってって自分が終わっていくっていうのは、それはただただ自分が進化してないだけなんですよ。YouTuber だからどうのっていうんじゃなくて、例えば YouTuber としていろんなエンタメをやりました。これが自分で何が受けてるのかっていうのをちゃんと理解しておかないとダメなんですよ。自分のキャラクターが受けてるのか、自分の話してるコンテンツが受けてるのか、飽きられる前に察知すべきなんですよ。次は何をすべきなのか。ここが受けてるんだったら、この部分を応用して横展開したらまた流行るんじゃないかな、受けるんじゃないかなってことを考えて、常に進化させるからこそ和本にならないんですよね。伝統芸能とか伝統技術とか、ああいうのがなんかだんだんオワコンだって言われるのもそうなんですけども、進化してないからなんですよ。伝統って言われてる時点でもう進化してないってことを認めちゃってるんで、だから YouTuber っていう言葉じゃなくなるかもしれませんね。問題になったのが、うん、コロナの中にもかかわらず31人がこう狭いところに集まって飲み会をしてたっていうところなんですけども、はい、経営者側からしたら結構問題にはなってるところなのかなと。経営者側から許されたら行為なんですか？別にお金取ったわけじゃないですよね、はいはいはい、うちは営業してないのにあいつら営業しやがってっていう恨みは多分ないと思うんですよ。要するに世間が自粛しているさなか、自分たちはこんなに我慢してるのにっていう鬱憤の晴らし場が今なくなってるわけじゃないですか、うん、でそんな中であいつら楽しそうだな、調子に乗ってんじゃないのと、売れてる YouTuber たちが金持ってどんちゃん騒ぎして羨ましい、結局はそういう羨ましさとかそういったところなんですよね。あの方たちって幸か不幸かこう注目されてるわけじゃないですか。常に見られてるってことを理解しないとダメですよね。飲むのは僕はいいと思ってるんですよ、自宅の中でね。でまあそれが感染につながるかどうかっていう議論は置いといたとして、その後表に出てきて立ちションして、うん、ね、タバコを立ち吸いして酔っ払って足取りがね、おぼつかない女の子をこう支えてたじゃないですか。それ自体が浮かれてるよねって言われても仕方なくないですか。だから僕は YouTuber は YouTube してる時カメラ撮られてるんじゃなくって、普段からカメラに撮られてるっていうことを意識してないっていうのがまずいいと僕は思ってます。ゆきさん的にはゆくゆくはその YouTuber はこう報道があったらお金でこう解決をして、事務所側の力が強いから守ってくれる芸能事務所とかにもう YouTuber を所属していく流れになるんじゃないか。いや、もうそれはないと思うんですよね、僕は、うん、全く反対意見というか。だって事務所が、まあ、守ってくれるって言うんだけど、今回ウームさんだからこそ余計に言われてるわけじゃないですか。ちゃんとして企業に所属してるところが余計に叩かれてるんですよ。例えばまあレペゼンさんとか、まあ、多分事務所に所属してないですよね今はね。そういう人たちを叩こうとやっぱ思わないんですよ。大きいウームさんがとか、ウームに所属する31人がとか、それはすごく記事になりやすいわけじゃないですか。芸能事務所に入れば入るほどそういう隠蔽が入ってくるんですよ。要するにこう隠そう隠そうとするじゃないですか。どんな企業もそうなんですけど、コンプライアンスを考えてそれは言わないでおこうとか、そういう企業いっぱいあるんですよ。でそれをすればするほど人間って暴きたくなるんですよ。だから芸能事務所が賄賂払う、なんとか抑え込もうとする、それに味しめて文春とかはその芸能事務所のスキャンダルを狙う、これが繰り返されるわけなんですよ。なのでそれが分からない人は所属していくってことがあるかもしれないし、それを所属する口実にするために、いやうちに入っとけばこうやって守れるんだよみたいな、それを売りにする事務所は出てくるかもしれません。ただ今の時代、いやそれが本当にメリットかなってちゃんと判断できる人がいるんであれば、まあ所属はしないですよね。
ルーさんも YouTube やられてるんで、YouTuber。YouTuber ですかね。そうですね。僕は子供に職業何って聞かれたら YouTuber ってことやる。今後はちょっとまあ、竹内さんもスキャンダルとか、なんか対策とかされてるんですか？女性関係については、むしろ僕は女性とは遊びますよってちゃんと公言してますので、なので、それはね、結局、一番気につけないためなのは人間性なんですよ。人間性が疑われるようなことはしたらダメなんですよ。モラルに反してるとか、誰かを傷つける、悲しませる。これをやる人間っていうのは叩かれます。浮気をしている芸能人の人たちが叩かれてる理由っていうのは、結局悲しませる人がいるからですよね。奥さんが悲しむじゃないですか。うちの奥さん悲しまないんですよ。公認状態だと。でも僕は奥さんが大好きだ。それを公言してるわけです。奥さんが今、女性の電話番号全部消せって言われたら、今すぐに消せます。今から一生他の女の子と会うなんて言われたら、僕は絶対会いません。それぐらいのレベルの覚悟はあるんですが、奥さんがいいって言ってんだったらいいんじゃないのっていう、それって人間性疑われないですよねっていうところなんですよ。例えば、それ以上に気をつけないとなるのは、三つの妻ですね。これは人間性疑われますよね。そこを気をつけてます。はい。はい、今回はですね、まあ、YouTuber の未来とか、そういったことについてちょっと語らせていただきました。僕としてまとめてね、大事だと思うのは人間性です、とにかく。今回のね、取り沙汰されている YouTuber の人たちっていうのは、ちょっとまだ人間性が未熟だったんじゃないかなとか、そこら辺が疑われる行動しちゃったのかなっていうところが問題だったと思うので、それを気をつけて完璧に守れてる人は、これからも YouTuber として成功していくと思います。まあ、この話がね、少しでも良かったと思う方は、高評価の方とチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。